はい、皆さんどうもこんにちは、ゆのと申します。よろしくお願いいたします。今回なんですけども、あー、久しぶりに見たな、精神病院。あ、そう、墓森さんの方でね。あ、そう、あ、違う、墓森さん間違いしてないけど、義勇だけど第五人格だね。ごめんなさい、ごめんなさい。第五人格の方でね、墓森さんを使って遊びに行きたいって、なんだ、遊んでいきたいと思います。大丈夫かな、これ取り直した方がいいのかな。まあ、いっか。何の話してた。そう、第五人格っていうゲームの墓森さんっていうキャラクターを使ってだね。びっくりしたね。そんなことある？第五人格の動画さ、一本目とかじゃないからね。びっくりしちゃって、今自分で自分のことどうしようかと思ったね。まあいいや、何あれ。ああ、女王様か。やばい、女王様はね、鏡出してくるからね、もうね、怯えちゃうよ。あの鏡、なんとかならないの。ガチ、もう割ってやろうかなって思う時あるもんね。まあそんな機能ないけど、やったらやばいよね。やばい、女王様が鏡出してきた、もう割るしかないみたいな。あ、囚人の人がやれちゃってるのか。頑張れー。わー、怪物キャラで、ね、やられるのきついね。けど、救助キャラとかだったら、次救助行くとき大変か。わー、でも誰も追われたくないよね、最終的な話。まあ、チェイスが上手い人が追われてくれて、その間にもう誰でもいいから、暗号機終わらせるが一番間違いないような気もするけどね、最終的な話。じゃあ、救助に行きたくないけど、行ってきたいと思います。行きたくないけど。で、なんか、墓森さんってさ、多分救助キャラだと思うんだよね。もう行くしかないよな。正直な話けど、さっきの暗号機終わらせたかった。俺さ、救助行くじゃないか。暗号機終わらせられるかな？戻って。もうさ、マップがさ、そんなバキバキに覚えてるわけじゃないからさ、危ない危ない。今ちょっと左側の壁に行くとこだった。うわぁ、ジョー様近いのか？うわぁ、来てるなぁ。ちょっと一旦攻撃して。あ、そうで、飛び入れ方すごいな。マリオみたいになったよ。すげぇな。なんかコイン取れそうじゃなかった。やばい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 。大丈夫かな？これどうしたらいいんだろう？これさ、壁って入る意味あんの？一応6あるけどなぁ。ダウンするもんね。どうしようかなぁ。全然攻撃振らないね。あ、やばい、それは。あ、なんか、なんだろう、気持ちはわかるけど、絶妙に切ない気持ちになるね。あーってなったもんね。もう、あーしか言えなかったよ。いや、まあけど、うん。チェイスが伸びたらいいな。頑張って。やばーい、注射器とか出ないの？お願いお願い。うわー、今日な、これさ、誰かと合流してさ、治療してもらった方が早いと思うんだよな。けどさ、どうなんだろうな、みんな、あれかな。あ、違うわ。これさ、最初の初期アイテム使い切らないと、他のアイテムに変えられないんだ。やべえ。あ、でも、キャラクターによって違うけど、庭師とか、お医者様みたいな感じで、なくならない系のアイテムはそのままいけるか。この墓森さんとかって、スコップで潜れるんだけど、2回しか潜れないんだよね、全部で。そうなったら、あれ使い切れるから、そうか。間違えた。何にもない。忘れてくれ。超焦った。超焦った。危ねえ。まあ、それで言うと、ごめん。もしかしたら今だとシステム変わってるかもしれない。あの、今、第五人格、ちょっとほとんどやってなくって、今まであった録画を、ちょっと出してるから、動画がね、古いものとかもあるから、ごめんね。本当は新しい動画に全部変えて出したいんだけど、あの、今ね、スマホの容量が重たすぎて、スマホね、全然ね、使えてない問題なんだよね、もう本当に。こないだ、久しぶりにライブ配信させてもらった時に、一試合目の途中で落ちちゃって、急いで生き返ろうと思ったけど、蘇生不可だった。超悲しかったからね、嘘だろうと思った。美的じゃん。もう、だから相手からしたら事情わかんないから、めちゃめちゃショックだった。マジかって思ったもんね。しかもさ、この間なんか20分ぐらいの動画をパッて撮って、パッて出したんだよ。ちょっともう編集する時間とかなかったから。20分ぐらいの動画で、なんかもうだいぶ時間かかったからね、2、3時間ぐらいかかったんじゃない？やっぱ気がついたあと1台じゃねえか。そうだからもう今ね、やばいんだよな。やばい、いけるか。やばい、どうしたらいいんだろう。女王様の問題は本体だった。あ、回復したんかい。本体だったらいいけど、鏡から攻撃もらった場合、つけちゃうと、つけてすぐに本体のダメージが入るから、大変なんだよな。どうしようかな。わかんねえ、状況が。けどこれね、暗号機触らないとね、カラス待っちゃうからね。いや、そんなすぐには回らないけど、待て、キラ来てるぞ。待って、自分が攻撃受けて、危ない。危ない。それはダメ。そう。あ、さっきの鏡ね。これはダメ。わ、本体来たな。どうしよう。誰か他のところで、住んだったら、その人に託すけど、そういうわけじゃないんだったら、時間を稼ぐしか、あ、今の当たらないんだ。よかった。あ、やばい。板がない。わー、やべえな。いや、もうこれつけようか。しょうがないから。今日だ、もうスコップないからな。てか、さっきさ、宝箱でさ、肘当て当てたじゃないか。あれ、めっちゃ欲しかったな。どっちのゲート開けてるんだろう。けどさ、ハンターいなくない？いないね。
どこ行っちゃったんだろう。それで言うとさっきのちょっと火、え、また赤く光ってない？やばいな、完全にいるね。飛ぼうとしてるのかな？やばいな。やばーい。ゲート多分、こっちだろうから、旅立って早く逃げよう。ああ、そうだよね。ゲート開いてて書いてくれてるもん。急いで、ガチで急いで走って走って走ってやられたくない。絶対的にやられたくない。てか反対側のゲート飛んだのかな？わかんなかったな。なんか一瞬固まってるようには見えたけど。どうだったんだろう。まあ、自分が出れたらもう何でもいい最終的な話。よかったー、危ねー、ナイスー。というわけでね、ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、高評価の方もお願いします。またねー。